あれから僕はずっと走り続けた。コロナ禍から誕生した軽トラライブツアー、渋谷公会堂、東名阪ゼップツアー、茨城県ホールツアー、ミュージカル水戸黄門、笠間の森を盆踊り花火大会、桜川大作戦、数えきれない出会いや笑顔のおかげで大きなピンチが大きなチャンスになって、たくさんの不可能が可能になった。僕らの旅はまだまだ続く。そして2024年平成から令和になって、足立アースが誕生してから気づけば7年が経った。当時は夢だったたくさんの足立アースのコンテンツが街に生まれ、そこにたくさんの人が集うようになった。小さな頃の夢の地元のアリーナで凱旋ライブをする夢も叶った。正直今も夢の中を旅しているようだ。夢が叶うとまた新たな夢が生まれる。世界は広い。茨城も小さいようでものすごく広い。一生に一度の人生の中で僕はどれだけの人と出会って、どれだけの夢を見れるんだろう。どれだけの人に夢を与えられるんだろう。そんなことを思いながら今もがむしゃらに泥臭く生きて、走り続けて、挑戦をし続けて、一つ分かったことがある。夢が叶うたびに一つの夢がまた誰かの夢や希望になって、そこに愛や笑顔が生まれる。そしてそのありがとうがまた誰かをつなぐ。人生は思ったよりシンプルだ。いよいよここまで来た。2024年茨城県に新しい歴史を作り上げる。僕の夢はもう一人だけの夢じゃない、みんなの夢だ。世代と楽しめて、熱狂して、街が盛大に盛り上がる。愛と笑顔が溢れる茨城県最大の街を示す夢のようなドリームランド。舞台や森と海、あなたの心の中。さあ第2章の始まりだ。アダチャース。